先ほどピッチャーの川澄に代打が出ました。マウンドには背番号11番をつけました、今大会2試合目の登板ということになります、西島、3年生サウスポーが上がっております。横浜高校ですが、ファースト岡田、そして7番ピッチャー西島と変わりました。バッターの大井田に1球目打ったファウル、ワンストライクのボールです。先発の横浜川澄は結局 5回2安打無得点無失点、マウンドを降りています。ワンストライクノーボール、投球2球目西島です。第2球を投げました、直球打った、いい当たり、ファウル、一塁側ファウルグラウンド、ボールカウントは2ナッシングです。そして三塁側の横浜のブルペンでは背番号18番をつけました落としが投球練習です。2ストライクノーボール、振りかぶりました西島、第3球を大井田に投げました、打ちました、ファウル、三塁側ファウルグラウンド、ボールカウントは2ストライクノーボールです。横浜は今大会サウスポーを3人揃えています。エースの川澄、そしてこの背番号11番の西島、そして背番号10番をつけました浦川もサウスポーです。第4球を西島、追い打に投げた、直球打ちました、高いバウンド、サードゴロ、サード右に寄った、小城を掴んだ、一塁へ送球、高い球、タッチはアウトです。ファーストの川澄が、いや失礼しました、岡田が対応しました。ワンアウトランナーありません。6回の裏、岐阜城北の攻撃です。得点は11対0と横浜がリードしております。代わってバッターはラストバッターセカンドの青山です。マウンドの西島は準々決勝早実戦3人目のピッチャーとしてマウンドに上がりまして、3分の1イニングス10球投げました。第1球を投げました、カーブ、ボールカウントのストライクワンボールです。三振1つ、フォアボール1つ、失点自責点なしという今大会の成績です。まあ、3人のサウスポーの中では一番コントロールがいいと渡辺監督が話しているこの背番号11番西島、ボールマン第2球を投げた、直球低めもボールカウントはノーストライク2ボール。ラストバッターセカンド青山、左バッターと対しています西島であります。11対0と横浜が岐阜城北をリード。6回の裏、岐阜城北の攻撃、ワンアウトランナーなし、バントの構えの青山に第3球を投げた、直球高めボールノースリー。コントロールがいいはずの西島なんですが、追い倒すサードゴロに打ち取った後スリーボールとしています。ノースリーです。スリーボールナッシング、投球4球目、第4球を投げました、直球低めストライク、ボールカウントは1ストライク3ボール。サウスポーオーバーハンドの西島3年生、こちらも185センチと堂々たる体格です。1-3から第5球を投げました、直球インコース、ボールフォアボール、ワンアウトランナー1塁です。さて尾崎さん、この回からマウンドに上がったこの西島投手、サウスポーの印象はどうですか？変化球のですね、はい、まあ、カーブだと思うんですけども、これがこの球がいいですね。あ、そうですか、はい、はい、フォアボールを出してランナーを背負いました。バッターは1番に帰って鈴木、第2球を投げた、直球ボール、そのカーブではありません、外にインストレート外れています、ボール1です。11対0横浜リード。6回の裏、岐阜城北の攻撃、ワンアウトランナー1塁。今年はサウスポー3人を揃えている横浜、2人目西島がマウンドに上がった6回、2球目投げた、直球ストライク、ボールカウント1エンド1。ストレートのスピードは今のボールで126キロという甲子園のスピードはさほど圧倒するような球威という感じでは尾崎さんないですか？そうですね、はい。ワンアウトランナー1塁、バッター鈴木、1塁へ牽制球です。その分コントロール、それからカーブのキレ、西島の売りであります。11対0と横浜がリード。6回の裏、岐阜城北の攻撃、ワンアウトランナー1塁、バッター1番の鈴木です。ワンエンドワン、3球目を投げた、カーブ来た、ストライク、2エンドワン。尾崎さん、だいぶ落差ありますか？落差ありますね、いい球ですよ、はい。特にやはり左バッターはこの左ピッチャーの西島のカーブ、やや打ちにくいところあるか、構えました。2エンド1、西島第4球を投げた、またカーブでボール、ボールカウントは2ストライク2ボールです。外に大きく外れています。11対0横浜リード。6回の裏、岐阜城北の攻撃、ワンアウトランナー1塁、バッターは1番センターの鈴木、2ストライク2ボールから1塁へ牽制球。一方先発の川澄に対しては2安打無得点、ここまで攻撃陣いいところを見せられませんでした。2人目のこの西島に対してはどうか、5球目投げたランナースタート打ちました、2塁へ、ファーストゴロ、ファースト取った、ピッチャーを先制したベースを踏んだ、アウト、2アウト、ランナー2塁と回りました。6回の裏、岐阜城北です。そしてバッターはキャプテンの太田圭太と変わります。
今日ようやく今大会初ヒットが出ました。得点圏で迎える第3打席、なんとかキャプテンとして1点を返して流れを少しでも変えられるか。11対0横浜リード。6回の裏、岐阜城北の攻撃。2アウトランナー2塁、セットポジションに入りました。マウンド上西島、1球目投げたカーブ、よく飛ぶボールワンです。尾崎さん、はい、この2番の太田、右バッターに指示を与えるとすれば、この西島の狙い球、どんな策をさせますか。まあ、どちらかに絞ってですね、はい、センター返しですね。2球目投げたカーブ、よくかストライク、ボールカウント、ワンエンドワンです。やはりある程度絞っていくことが重要なわけですね。そうですね、はい、太田はどんなボールに狙いを定めているか。ワンエンドワンから第3球投げた直球、あーとキャッチャー取れません。バックネットにボールが抜けた。2塁アンダー3塁へスタートを切った。ボールは投げない。3塁へ達しました。2アウト3塁と変わりました。6回の裏、岐阜城北、チャンスはさらに広がっています。さあ太田、1打出れば1点ということになっていました。11対0と大差はつけられていますが、この6回の裏なんとかしたいところ。キャプテンの太田啓太、記録はパスボールと今発表がありました。11対0横浜リード。6回の裏、岐阜城北、2アウト3塁、1ストライク2ボールから第4球を投げた。直球外角ストライク、逆球でしたが決まっています。2エンド2です。コントロール自慢のこの西島ですが、立ち上がりコントロールという点では尾崎さん、どうなんでしょう。ちょっとですね、ばらつきがありますね。そうですか、はい、そこにつけ入ることができるか。バッター太田、クエントという5球目投げた直球高いボール、トイスリー、これもはっきり外れました。ケータコールは一塁側アルプススタンド、赤いメガホンが揺れている初出場岐阜城北サイドのアルプススタンドです。11対0横浜リード。6回の裏、岐阜城北の攻撃、2アウト3塁、2ストライク3ボール。6球目三島投げました直球打ちました、いい当たり、1塁間、これはトライ、トライ、ヒット。3塁ランナーホームイン、キャプテンの太田啓太、6回の裏タイムリーヒット。11対1、岐阜城北1点を返しました。さあこれで少しでも流れを変えられるか。初出場岐阜城北、大きく沸いた一塁側アルプススタンド、赤いメガホンが揺れております。今はしっかりストレートを叩きましたか。そうですね、外角のストレートをね、はい、逆らわず右の方へ持っていきました。いいバッティングですよ、はい、キャプテンの太田啓太、これでチームを盛り上がる。ツーアウトランナー一塁、バッターは3番のキャッチャー水川、左バッターボックスです。第1球を西島投げた、カーブ、バッターストライク、ワンナッシングです。一方また左バッターが出てきた岐阜城北。岐阜城北は3人のサウスポーを揃えている横浜に対して左バッターが6人という布陣です。第2球を投げた、カーブ、空振り、あ、今左手が外れて右手1本のスプーンになりました。やはり左バッターにとっては尾崎さん、あのカーブは辛いですか。いや、特に西島君のカーブというのはね、はい、大きいですからね。2ストライクノーボール。3球目を投げた、外角直球ボール、ボールカウントは2エンド1です。カーブの後緩急をつけて、今度は球のボール、ストレートで攻めてきましたがボール、2エンド1。11対1、この回太田啓太のヒットで1点を返した岐阜城北、なおも2アウト1塁。2エンド1、第4球を投げたカーブ打ちました、当てるだけファウル、3塁側ファウルグラウンドです。ボールカウントは2ストライク、ワンボール変わりません。6回の裏に岐阜城北がようやく1点を取りました。そのタイムリーヒット、キャプテンの太田啓太が1塁ランナー、2アウトランナー1塁、バッターは3番の水川、今大会当たっています。今日のゲームでも2打数1安打。2エンド1から第5球を投げたランナースタート、打ちました、サードゴロ、ハーフの前に弾いた、ボールをサード拾い上げただけ、サードの故障を前に弾きました、記録はヒット、サード強襲内野安打。2アウトランナー1塁2塁、チャンスを広げました。やはり尾崎さん、はい、大差をつけられているのは上、家に1点返して、はい、リズム、ムード、はい、変わってきてるんでしょうかね。そうですね、少し、はい、いけるんだっていうね、はい、そういう気持ちになってると思いますよね。初出場岐阜城北、さあ反撃開始だ。2アウトランナー1塁2塁、バッターは4番の丹羽、今大会10打数2安打2打点、しかし2試合連続でヒットが出ています。1球目投げたカーブ、ボール1。今日のゲームでは丹羽、セカンドゴロとセカンド併殺打、ともにセカンドにゴロが飛んでいます。11対1、横浜のリードは10点。6回の裏、岐阜城北、2アウトランナー1塁2塁、さあもう1点返せるか。2球目を投げたカーブ、バットもあった、ストライク、ボールカウントは1ストライク1ボールです。この4番の庭に関してもやはり尾崎さん、狙い球を絞るというところが必要なんでしょうか。そうですね、2ストライク取られるまではどちらかに絞っていくと。はい、今カーブに手が出た4番の庭、第3球西島投げた、打った、打ち上げた、
右中間に上がったフライ、ライトゆっくり左に寄っていく佐藤、構えて取った、アウト、スリーアウト、チェンジ。しかし6回の裏、岐阜城北、キャプテンの一打で1点返しました。6回終了、11対1、横浜がリードです。